今日は湯がいたウインナーと板チョコとパイ生地とバナナとメープルシロップです。じゃあ作っていきましょう。まず真ん中から切ります。1枚はここに置きます。まず切ります。ナイフ1個分を開けて切ります。畳みます。できました。もう一個やります。早速畳んでいきます。できました。ソーセージを切っていきます。切れました。切ったパイを乗せて、パイの上に乗せていきます。もう一個切っていきます。乗せていきます。皮が次はバナナを切っていきたいと思います。まずはバナナの皮を剥いて。とりあえず少し取ります。切っていきます。切り終わりました。乗せていきます。メープルシロップをかけていきたいと思います。これでいいです。板チョコです。おいしいです。入れていきたいと思います。できました。こういう感じです。パイにこの卵黄を塗っていきたいと思います。
まずバナナから味を見てみます。美味しいです。ソーセージを食べていきたいと思います。美味しいです。次は板チョコのパイを食べていきます。美味しいです。感想はですね、板チョコのパンが一番美味しかったです。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。俺全然